位を伸ばしていったのが澤田、一本取りのリングということになります、まあ、このあたりの試合、山中慎介さん、はい、この2年3ヶ月のブランクどう見ますか。あっ、この澤田は前回の王座決定戦に対してダウンを奪っているというね。そうですね、ダウンやや慎重な立ち上がりにはなった後、右、ここは強いパンチが当たった。第1ラウンドからパンチの応酬がありましたが、一方の澤田は60戦以上のキャリア。あっ、のか、あっ、右ストレート、今度は澤田の右。さあ、パンチがお互い噛み合っている。あ、そうですか。攻撃に意識が、行き過ぎるとやっぱりもらうか、リスクもあるんで、はい、両者、はい、こちら赤澤田陣営ですが、あ、右、うん、さ、そんなことを言っていました。どういうふうに感じますか。大島選手の方が近くに戦いたいでしょうね。あ、変則的な印象ですか。そうですね、はい、ボディ、この2年3ヶ月練習してきたと言っていました。上下の内訳はクロアート右、右ストレート、左、左、もう一度左、澤田が強いパンチを払っていく。バランス崩した、ダウンした、ダウンか、試合を止め、どうだ、ここはダウン。どうでしょう、セレスさん、この後ですね、今の右ですね、右ですね、右、はい、で思わずバランスを崩して攻めに転じているからこそ、ディフェンスでちょっとリスクがあって、どんなところを意識すればいいですか。やっぱりあの前に攻める意識もそうですけど、はい、どうでしょう、まあ、お互いのセレブラウンドのマネジメントになってきます。ボディー当たりました、大島です、右のストレート、今度は大島、効いているか、ちょっと大島選手のパンチ、はい、具体的にどんなパート、今度はランキング2位の大島、右、かなり出血見られますね。右のどうでしょう、額のあたりですかね。そうですね、まあ、額だから血の量は、ね、多いですけどね、今度は澤田が後線に出る、右のフックを返していく、頭を、ね、下げづらくなる状況でありますよね。あ、そうですか、これ以上はボディに行く、レビュー、あ、左当たった、出血を押して、なんとか何度も何度も目の前で試合の中止、試合の延期、非常に素早いテンポ、ボディを伸ばす大島のいいボディが当たっている、ボディ、ボディ、傘はさほど深くないということなので、もう少し様子を見るということでした。なるほど、さほど深くないというそんなドクターの見立てでしょうか。ボディに当たった、第4ラウンド残り2分少々、あ、右フック、大島の右です。どうでしょう、大島もセレスさん、リズム出てきましたか。変身、一方のサラ、ボディ、左を返す、内終わりに左手を狙っていました。なりたいならば、まだ左のリードが残り50秒、左、来た、ボディ伸ばして、ちょっと距離が足りないか、左のジャブが当たりました、素晴らしいジャブ、右のサーッと左をもらった。山中さんはこの後公開採点ありますが、ポイント面ではどう見てますか。やっぱり澤田選手、左、右、距離をグッと詰めて、右のストレート、左、ちょっとバランスどちらになるんでしょうか。あ、またもう一度ドクターのチェックが入ります。結構かなり結構多いです、今日は応援に来ています。あーっと、ここで試合を止めました、レフェリー松原、試合を止めました。したがってこの後はここまでのラウンドの判定ということで、